岡山大学の対馬キャンパスのこの通りに通り、こっち行ったら対馬キャンパスなんですけど、このハンバーガーショップかな、ハンバーガーショップっていう話を聞いて今日来たんですけども、なんかね前から気になっててちょっと今日こちらにね行ってみようかなと思います。
まあ、売りというか売り、いや、食べにくいハンバーガー食べにくい、はい、じゃあ食べるのにちょっと苦戦するぐらいボリュームがあるとそういうことで、それで印象に残って、昼間と夜なんか全くちょっと違うような、そうですね、昼はハンバーガーと今ドーナツ、夜はハンバーグの専門店、そうなんですか、もうハンバーガーは出さずにハンバーグだけ、ハンバーグだけ、チーズバーガーでございます。こちらアメリカンダブルチーズバーガー、こちらがアメリカンダブルバーガーとなっております。あ、じゃあこちらがアメリカンチーズバーガーで、こちらがダブルバーガー、ダブル、あ、ダブルバーガー、はい、じゃあちょっといただきます。無理ですね、ちょっといただきます。いや、食べにくいハンバーガー、いや、ほんま、これうわっでもうまいな、お店にほんまに非常に申し訳ない非常に申し訳ないでも本当にあの食べにくいのが売りって言ってて、というわけでごちそうさまでした。お店のコンセプトがむちゃくちゃ、まあ、食べにくいハンバーガー なんですけども、本当にあの食べにくいイコールすごいボリュームで、ね、この辺ではかなりリーズナブルな感じかなと思います。ぜひ興味ある方はネタで行ってみてください。ありがとうございました。店員さんもねすごいいい方でした。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。